優香に異変が起きている。6月27日に34歳の誕生日を迎えた優香ですが、その日のブログがあまりにも意味深。それまでのブログとは全く違うテンションなんですと語るのは芸能記者。その内容はというと、早すぎる日々の中で大変なことやしょんぼりしたり、ドキドキと胸が高鳴ったり、人生を振り返った時に33歳を必ず思うだろうなと普段見せる天真爛漫なイメージの優香ではない。実は彼女の心は半年間にわたり揺れ動いていたと話すのは女性指揮者。その理由はズバリ志村けんとの別離とのこと。優香は若殿吉村が主演する舞台で大切な役どころを演じるなど、その寵愛を一身に受けてきており、志村大奥の正室として認知されているが、どういうことなのだろうか。毎年恒例の志村の誕生会が2月25日に行われたのですが、優香が出席しなかったんです。常連メンバーは変わらず出席したので、彼女はついに長い春に終止符を打ったのだと言われましたと前室の女性記者は語る。また次のようにも語った。自ら下した判断だったようだが、さすがに心中穏やかではなかったようで、3月29日放送の沢子の朝に出演し、これまでを振り返っているのですが、これ以上私は何もできない、どういう風に私を表現していったらいいんだろうと自分を全否定しているんです。このネガティブ全開のトークには司会の阿川沢子ですら困惑を隠せず、現場スタッフもヒヤヒヤものだったそうです。とはいうものの、昇進ももう終わりと失恋研究家の大谷幸典氏は語る。優香さんは7月上旬にプライベートでハワイへ行ったそうですが、海外に行く時というのは自分探しやストレスから解放されたい時、つまりもう吹っ切れたと見ていいでしょう。一昨年 CM で12年ぶりに水着姿を披露した際の大人の女の美しさを、これからは芸能活動や婚活で前面に押し出してくるかもしれませんよ。殿に代わる王子様を探すのだろうか。その行く末やいかに。